もっと違う人事ってないのかな。違う人事。はい、うん。もともと非常にそのことして突き抜けたような人たちが入ってくるイメージも。全員が全員生涯かけてやりたいみたいなことを見つけてるわけではない。一緒に探す。このミネルバ式っていうのは学び方を学ぶっていう内容。学び方を学ぶ。どうやって今の人があの否定して変えていくか。 リクルート流の組織人づくりについてお伺いしていきたいと思います。リクルート人ラボの中村俊介さん、よろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あのご経歴から、はい、えー、っと2006年新卒でリクルートに入社しまして、えー、すぐに人事部に配属となりましたと。うん、でそこから今、えー、もう18年目ですかね。ずっと人事領域の仕事に携わらせていただいています。 はい、そうですけどねそうですよね、えー、こういうイメージ持っていた人も多いんですがそれがこちら3年で卒業と周りは結構それぞれぞ起業してそうですね<ら>僕の同期でと起業も結構いますし、うんまあ、ベンチャーだったり執行役員やってたりとかです、ね、そうですよね、はい、その中で今はその人材開発組織のところを担当してらっしゃる、はい、私が一つ注目している制度がありますそれが、えー、こちら人材開発委員会 これどういった取り組みですか,ですか、はい、部ごとに、えー、配管のすべてのマネージャーさんが一堂に会してすべ、うん、てのメンバーの育成計画を、えー、全員で確認をして例えば配置転換だったり、えー、新しい職務へのアサインということを決めていくっていう、えー、そういう育成会議ですね。うん、何人ぐらい1、えー、グループだいた10人だとするとはい、はい、それで言うと60人。 一人一人について徹底的に話をして計画もして、はい、でも学生企業をやったりとかそういう人っていうんですかもともと非常にその優秀な子として突き抜けたような人たちが入ってくるイメージも多いんですけど、うん、やっぱりその方がすごく逸材であのすごい力を持ってるのであればそれはそういうふうに生かすっていうだけであってこれを共存させてる会社っていうのが結構珍しい感じが。はい、と我々にとっての 育成計画っていうのは本人が何をやりたいと思っているのかっていうことがすごく規定にあってですねで全員が全員最初から我々の言葉で言う「ウィル例えばやりたいことですね将来生涯かけてやりたいみたいなことを見つけてるわけではないので、うん、そこを一緒に探すっていうことがマネージャーには求められる。一、うん、一人一人についててそこまで見るっていうのは、えー、価値の源泉は人。 っていうことを理念として持ってますし、でその中で個、えー、の尊重ということをすごく大切にしてきた会社でした。うんうんまあ、もそういう会社いっぱいあるじゃないですか。価値は価値の原点は人ですとか、もうこうを大事にしますと言ってる会社結構あるんですよ、はい。まあこれは一つは伝統的な部分もあってですね。基本的には例えば何かを製造する設備があるとかですね、特許があるとか、うんうん、特殊な技術があるとか、そういった会社ではなくてですね、えー、本当にあの人のアイデアと まあ実行力とか行動力みたいなもので作り上げてきた会社だなと思ってまして面白い仕事をさせてもらえてるかとか自分がやりたいと言ったことをやれているのかっていうことの方が例えばかっこよかったりとかですねあいついいよねっていうふうになるっていうのはいまだに、うん、中村さんはこの「ヒトラボ」という新しい人事の組織 はい、を立ち上げられたと、はいえー、人ラボってそのまんまですか、はい、もう人のラボラ人のボですこれ一体どういう取り組みをされてらっしゃるはい。自分たちで社外のさまざまなセクターに飛び込んでいって<う>より良い社会っていうものを仮想的もしくは部分的でもいいので一回自分たちで作ってみようよと具体的に何やってらっしゃるか <laughs> そうですよね、はい、<laughs> リクルートから出向という形で行き市役所の職員という肩書きをいただいて 市役所に市役所職員をやってたんです <laughs> へえまあでも、ね、そう言われたら別にいそいちゃいそうな感じもしますけどす <laughs> 政策を作ってそれを実行していく持続的な地域を作っていくってことはどういうことなのかっていうことに、えー、取り組ませていただいてるちょっと貴重な経験ですよね、はい、あそうですよね、うん、日本中いいろんな自治体を渡り歩いたり歩たとかですね人事にいながら ややっってましたへやっぱ変な会社そもそもなぜこの「ヒトラボ」を立ち上げようと思ったんですかもっと違う人事ってないのかなと思ったのがヒトラボを作った理由なんですけれども違う人事組織を内側からよくするものだったのであれば外から変える人事ってないのかなってことを考えてですね、うん、で会社っていう存在の外ってなんだろうって思ったら言葉ひっくり返すだけなんですあ社会だなと。うんうん でいい社会を先に作ってみて、その社会で企業が当然果たしている役割っていうものを見つけたら、これはもしかしたら外から会社を変えていくっていう新しい人事のパラダイムにならないのかなと、そんなことを考えてですね。なるほど。不思議なこと考えますね。<laughs> そしてそれをやらせてくれるこの会社がやっぱりなんかすごですね。すすねそこは僕がこの会社の好きなところですね。はい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 。一ラボとしてあの次にあの挑戦。 しししようううととてていいいるるる話があるというふうにお聞きしているんですけれどもミネルバ大学アメリカのです、ねえーまあ、ベンチャーとして始まった大学でして、はい、彼らの教育プログラムをリクルート社内の教育プログラムに持ってきてです、ね、社会人向けのリーダーシップ開発っていうことを、えー、取り組んでいます。 ミネルバ式を実践していらっしゃるヒトラボの福田武さんにお話を伺いします。このミネルバ式っていうのは、そもそも一体どういうものなのかというのですね。ミネルバ大学というアメリカの私立大学、ベンチャー大学があるんですけれども、はい、あのキャンパス校舎がなくてですね、ほとんどすべての授業をオンラインで行うという学校なんです。うん、なので、あの授業料がとっても安いんですね。あ、なるほど。そのハーバードとかのサーボネチぐらいという学校で、<ー>世界の七カ国に寮があってですね。はい はい、その学生寮をみんなでこう集団で巡りながら学んだ知識を実践してうまくいったうまくいかないって言ってこう知恵にしていくとまず1年生の時には学び方を学ぶっていう内容を習うんだと。学び方を学ぶ 例えばめむちゃくちゃ簡単な例でいくと脳、NO、ってあの3日ぐらい経ったら60%ぐらい忘れるってこう忘却曲線みたいなことがあるんですけどなんでまあ3日後とか4日後に習ったらキュッてこう習った内容を復活してまた覚え忘れなくなるよみたいなことが16個ぐらい原則的にあるんですねうこういうふうに知識をつけていくことが有効でさらにこういうふうに使うと有効なんだよっていう学び方を学ぶっていうのをまずやると。 そこからどん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 ん、まあ、先ほどの寮を巡って、知識学んで終わりじゃなくて、ですね実際、町とか、うん、そういうところで提案してやっていくっていうのが、あの知識と知恵の往復としてとっても素晴らしいなというのが、うん、でこれをリクルート社内では、もうすでに活用とか実践してらっしゃるんですかそうですすかそうねあの研修という形で、あの管理職に主にトレーニングを提供しています。うん 今までの,そのリクルート社内で、まあ、マネージャーの研修とかってシステムとして当然あったわけですよねありますねはいそこでは持っていなかったミネルヴァ式すごいなと思って新たに導入したポイントってどこになるんですか昔、はい、はトップダウンで俺の言った通りやってこいやとかあいうことが主流でそれじゃダメだからこうコーチングとかサーバントリーダーシップでお前はどうしたいのとこう下から持ち上げるっていうことになって。 であの有効な局面はそれぞれあるんですけど、今、アダプティブリーダーシップみたいな、周りの人をウィンウィンにして共感して導くみたいなことが結構主流になってきてるんですけど、この中身をさっき言ったようみたいなあの学び方で学ぶって、このセットがとっても魅力的だったんで、社内だけじゃなくて、社外でも活用してらっしゃるっていうふうにお聞きしたんですけれども。うん、あのリクルートの中でやってた研修を外に開いてですね、はい、あの企業さんとか、自治体の幹部の方とか、学校の先生とかですね、 お招きををして一緒に学ぶ場をそれはなんか商品としてやってらっしゃるんですか売り物になってるんですか、まあ、初め商品にしようかなと思ったんですけどちょっと方向転換をして、はい、あのほとんど実費のご負担で、まあ、有料ではあるんですけどリクルートの利益を乗せない形でいろんな方に参加いただけるようになってますね。 ないですねここは <laughs> そ,れそれはなぜそういうことをやってらっしゃるリクルートの人たちがリクルートだけを見るんじゃなくてそういう外部の参加者に触発されて自分はリクルートの中しか見てなかったんだって気づけば我々にもメリットになるわけでしょ。あな,るほどなんでそこが第一だからですね。こ、うん、これを今後さらになんかどうう展開してていいいいきたいみたみなことっていうのは経産省さんからあの経済産業省さんからお声がけ頂い,いてそのミネルヴァのオンラインの講義をまああの。 ノウハ教室ではしゃべらないけど A4 用紙2枚ぐらいレポートを書いてきたということで先生がびっくりしてでもあのスマホで書くからこのレポート改行がないんですよ全部 <laughs> 普段測図れてないあの脳の活性化とか成果の出し方みたいなところでとても、はい、あのノウハウが詰まってる授業内容なのかなと思いますねうんなるほどリクルートさんってその、えっと、調べてみたら過去10年で だいいた株価5倍ぐらいまで成長してるんですけど、はい、やっぱこの成長の源泉の一つがこういうその、まあ、回転ドアっていうんですかあんまり日本じゃやっぱり効かないまだまだ効かない。 カルチャーなような気がすするんですけど、うん、下手するとですね俺たちちはすすごいっってなっちゃうんですよね、えー、みんな有名なプロダクトがあってってなるんですけどそれって多分今入った人が作ってるわけではなくて先人のこう遺産にすがってるだけなので、はい、それをどうやって今の人があの否定して変えていくかどうやってこう自己否定して、えー、外に目を向けて、えー、と出ていったり取り入れたり変わっていったりっていうことは常に考えないとすぐなんていうか。あの ぼんやりな形になっちゃうんじゃないかなというふうには思っています。すみません、どうもありがとうございました。山先生、ありがとうございました。ピクルート。